ジャッカルハイボール研究所です。問題を出します。元先行らしくね、ここに三角形が3つあります。2本の直線を、移動させて、この三角形を全て消しましょうっていうのが問題です。三角形というのは、3本の直線からできてますね。それぞれで、このうち2本だけですね、2本の直線を動かして、この三角形を全てなくします。どの直線をどう移動させればよいでしょうかというのが問題です。あと10秒、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。はい、あと5秒負けしましょうか。5、4、3、2、1、0。さあ答え出たでしょうか。あと2秒だけを負けしますね。2、1、0。それでは答えを発表します。移動する直線はこことこれです。ここに移動させます。三角引く三角はゼロ。ゼロというのは何もないという意味です。ので、ここにあった直線をここに移動させれば三角形を消すことができます。ジャッカルハイボール研究所でした。